羽生結弦がまた世界記録更新。中国のファンから惨事、もう言葉が出ない、異次元の存在。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。2015年12月10日、スペインのバルセロナで行われたフィギュアスケートのグランプリファイナル男子シングルショートプログラム、SP で、 ハニュー・ユズルが世界最高得点をマークしてトップに立った。ハブは冒頭の4回転ジャンプや4回転、3回転のコンビネーションジャンプを確実に決めるなど、ほぼ完璧な演技で自身が持つ SP 世界最高点の106、33を上回る110、95点を獲得。2位のフェルナンデス。スペインに約20点の大差をつけ、史上初のグランプリファイナル3連覇へ向けて、絶好のスタートを切った。 ハブの得点の内訳は TES テクニカルエレメンツスコアが6181点 PCS プログラムコンポーネンツスコアが4914点でステップはレベル3スピンはレベル4だったハブの演技に中国のフィギュアスケートファンも惜しみない惨事を送っているすごすぎるもう言葉が出ないよ独創状態異次元の存在ライバルは自分だけ素晴らしい でもステップがレベル3ってどういうことステップのレベルが、ということは、まだ伸びる余地があるってことだね。驚いた。4回転が2つとも3点の加点。唯一残念だったのはレベル3のステップ。フリーでは頑張って、試合をしに来たんじゃなく、演技をしに来たんだ。ついでに金メダルを取って記録を更新していく。なんてこと。この得点は美しすぎる。ハブは自分の記録を破るだけ。 他の人はご自由にどうぞって感じ。すごいぞ、ハグ。王者の風格だ。翻訳、編集、北田。羽生譲るプロフィール、宮城県出身。2014年ソチゴリンに出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年平イオリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。 現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。